それでは時間になりましたので、今日は著者と語るシリーズですね、この本でございますけど、昨年、11月に重層的地域としてのアジアと、対立の共存の構図という比較の方から出版されました、大場美恵先生でよろしいですね、にお越しいただきまして、本の内容とともにですね、今東南アジア、南シナ海の問題等もありまして非常にホットですし、来月にはですね、インドネシアで、バンドン会議60年の記念式典も開かれて、各国とアジア各国の首脳が集まるというような、こともありますので、ASEAN、さらに日米中それぞれの関係とか、そのさまざまな組織が積み重なった多様性の富んだ地域ですけれども、そこに関する大場先生の見解をお伺いしたいと思っております。簡単に、大場先生のご経歴を簡単にご紹介しますけれども、国際基督教大学を卒業された後、東大の国際関係の方で、修士博士を博士課程を習得されまして、2001年から理科大の方に行かれて、2005年に准教授になられて、その間アメリカ等へ留学もされて、国際関係学を研究されているということで、たまたまですけど、東大の東洋文化研究所で、世界各国の対中認識というようなプロジェクトをやっておられまして、中国に対してどういう認識を持っているかということですけれども、大場先生が、ちょうど東南アジア各国が、どのような対中認識を持っているかというようなプロジェクトにも参加されたということで、ぜひちょっと記者クラブに来ていただいてですね、ちょっとそういう知見をご紹介いただきたいということで、お招きいたしました。司会の方は企画員の毎日新聞の坂東が担当させていただきます。それでは大場先生、よろしくお願いします。はい、質疑応答は加えるのでしょうか。はい、まず冒頭お話しいただきまして、その後ちょっと会場の方と質疑をお願いしたいと思います。はい、どれぐらい話せばよろしいですか。大体1時間以内で。はい、わかりました。はい、はい、ただいまご紹介に預かりました大場といいます。このような場で著書や私のその研究の内容についてお話しできる機会をいただけたことを本当に感謝しております。ありがとうございます。でまた今日来ていただいた方々にも非常に大きな感謝の意を述べたいと思います。手元にですね、3枚ほどの資料があると思います。ちょっと確認をしますと、非常に簡単で恐縮なんですけれども、今日のお話の一応アウトラインですね、これ全部網羅的にやるつもりはちょっとないんですけども、こちら一応流れとしてお話しする内容のその、あれですね、トピックが書かれているものと、それからこれ著書の一部からコピーしてきたものなんですけれども、このようなこう いろんな円が重なっているこちらのその図と、それから表が2つ入っているもの、こちらでその資料全部になります。で今日はちょっとそちら の資料にも少し依拠しながら、何をその私がこう言いたかったのかということを中心にしてお話をしたいということです。で、このレジュメの内容に入る前に、その本を書いた動機といいますか、なぜこの本を書いたのかということで少しお話ししたいと思います。これは本のテーマにも非常に関連することでして、重層的地域というのは何かということを置いておくとしてですね、この本は何にフォーカスを当てたかというと、アジアにおいて地域制度がいろんな形で今もう存在しています。でこれについてはビジブルにはこのいわゆるいろんな縁があるということで、それでこれを一覧表にしてみたのがその2枚目のこちらの表になっています。今日はいちいちこれ全部を説明はしません。でこちらのようにですね、たくさんいろんな地域制度があって、
それで特にですね、その日本の外交にとって大事なのが、ASEAN を中心とする地域制度というものが非常に重要性を増してきていて、で存在感もあると。で正直に申しますと、本当は上海協力機構という中国とロシアが中央アジアの国を巻き込んで今展開している地域制度も非常に重要なんですが、ちょっとこれは別のロジックでいろいろ動いているので、この本では取り上げてはいるんですけども、そんなに掘り下げてはおりません。でこの本の中で取り扱ったのは、日本に特に関係がありで、それとともにアジアの地域秩序の規定する要因として非常に大事になりつつある ASEAN、 それから APEC、 それから ARF、 それから ASEAN プラス3、それから東アジアサミット、そして ADMM プラス、これ実は表にないんですけども、日本、ごめんなさい、ASEAN と、それからアメリカやロシアも含めた域外8カ国との間の防衛大臣級の会合ですけれども、こういったものをですね、どうしてこんなにたくさんなきゃいけないのかと、どうしてこのようなにこう重層的にいろんな制度というものが構築されてきたのかというようなこと、これを、でそしてそういったその、制度が、いろんな地域制度がですね、積み重なって折り重なってこうやって存在しているということが、どのような意味があるのかと、どのようなこう意味があるのかということ、これを中心とした本になっています。で、それでですね、なんでそこに注目したかということをちょっとお話をしたいということです。で、アジアの状況というのを考察するときに、二つの極端な見方があって、もう一つは対立。もうここは、もう大国間の対決の場であって、でアジアは草刈り場、特に東南アジアはもうただの場でアリーナで、で特に今の状況は中国とアメリカがどうやって勢力を伸ばそうかということでパワーゲームが展開されています。で日本は一応そのパワーゲームの中の役割を担ってはいるけど、若干ちょっとアメリカに追随しながら、しかしながら古くからの東南アジアとのつながりもあるので、そこで日本の力というものの確保をしようという、いわゆるこう、対立を基本としたアジア情勢理解ですね。でこれは間違ってはいるというわけではなくて、確かに南沙諸島の問題にしても、それから日本と中国の間の尖閣にしても、それから日本が抱えている歴史認識問題にしてもですね、いろんな対立がアジアの国々の間にはありますから、それを全否定するわけにはいかないし、それから大国がそれなりに自分たちの影響力を維持しようと、あるいはその自分たちにとって望ましい状況を構築しようということで力を発揮しようという状況は、それはあるので、それは別にいいんですが、じゃあ全部それで説明できるんですかというのがまず一つです。それからもう一つのその極端な方というのは、これはもう経済的社会的相互依存が進化しているので、もうアジアというのは結局一つになっているんだと。でそういう中では政治的対立というのは意味がないとは言わないが、それなりにこう調整が可能であるという見方です。でこれはさすがにですね、最近 その日本と中国との関係において、日本と中国の政治的な関係が冷え込んだことが経済にも影響するというようなことがあってから、その経済がうまくいってれば政治は大丈夫という議論は相当に薄らいだとは思います。ただし一方ですね、まだやっぱりこう経済的相互依存、あるいはこの政治レベルではない、あるいは政府レベルがないところでの物や金や人や情報の移動ということ、これに着目して、そしてアジアが一つになっていくっていう議論ですね、あるいは一つになりつつあるという議論、こちらの方の議論を展開するというパターンもあるわけです。でこれ全然間違ってなくてですね、私はその今のその経済的社会的な相互依存の進化がある地理的な範囲で起きていると。でそのことによってある地理的範囲がまるで一つのまとまりのように見えてくる、これは地域統合、あるいは地域経済統合ということもあるし、それから国際政治の用語で地域化ということもあります、リージョナライゼーションということで、そのような現象は非常に大事でありまして、これは必ずそのアジアの状況を見るときの背景の一つとして考慮しなければいけないことです。
だけどそれだけ見ていていいんでしょうかと。で、私が非常に気になったのは、どちらにしてもですね、非常にこうあまり着目をそこだけっていうわけではされていなかったのが、実は地域制度の形成です。前者の対立の場か、対立する、もうアジアの国際関係対立してるんだという立場からすれば、制度なんていうものはあまり意味がないと。しょっちゅう会って話して、なんか言ってるけど、結局なんか実効的なことをしてるわけでもないし、で、結局は、で、いいとこですね、大国がそれぞれの枠組み使って、自分たちの力を伸長する道具にしてるだけで、あんまり制度そのものに意味がない。で、それから経済的社会的相互依存に着目する人々というのは、経済の部分に関して言えば、例えばその自由化を進めていく、自由化あるいは非関税措置を進め、共同で進めていくというような形の枠組みについては着目はします。だけれども、制度がそれをもたらすというよりは、もともとアジアにはこう経済的相互依存の進化という現象があって、でそこに追っかぶさってきたものとして制度を見るわけですね。ですからそこではやっぱり二次的なにものものとして扱われているわけです。で、両方 の見方、私は完全否定をしているわけではありません。しかし今の日本にとって非常に大事なことは何かというと、実は以前よりも二国間外交のみならず多国間の外交が非常に重要になっているということです。で、これがなかなかですね、分かりにくくて、どうも多くの方が、ね、分かりにくいようで、外交というとどうしても日米関係、日韓関係、日中関係、中韓関係という二国間の関係に落とし込んで話を進めるパターンが非常に多いです。で、確かに今でも伝統的な二国間関係あるいは二国間外交の重要性というのがそのまますごく下がっているというわけではありません。ただし比重の問題があって、むしろ今の日本はというか、その日本だけに限らず多くの国はですね、多国間のアリーナにおいて、あるいは多国間の外交の場において、自分たちの利益というものをそのままご利用するのではなくて、自分たちが主張している利益は全体の利益につながるんだというような形のロジックを組み立てて、でそして自分たちの考える望ましいその国際環境を進めていく、それを構築する努力をしていくという、こちらの外交が非常に重要になってきています。で、こういったことにはですね、ロジックの駆使であるとか、もちろんそれには裏付けとしてある程度の国力は必要なわけですけれども、ロジックの駆使であるとか、あるいは論理の組み立てであるとかですね、あるいは言説というものの力が非常に重要になってきておりまして、でこのことをですね、今、先ほどその、東京大学の東洋文化研究所の話が出ましたけど、そこの教授であって、で今はその JICA のその事情でもいらっしゃいます、その田中明子先生は、原力政治とワードポリティクスという言い方をして、その本を出しておられます。で、そういういわゆる多国間 その制度、あるいは地域制度におけるその外交の重要性ということを考えてみたときに、それをパワーポリティクス、非常に露骨なパワーポリティクスにの添え物である、あるいは経済的相互依存にかぶさっているだけのものであるというような見方でいいのであろうかと。で、そういったパワーポリティクスや、あるいは経済的相互依存の進化ということは十分に考慮に入れながらも、やはりそこでなぜそういう、例えばそんなに対立が激しいのであれば、なんでわざわざ制度を作るなんていう話、めんどくさい話をするのかと。それから経済的な相互依存がうまくいってるのであれば、なんでそこで追っかぶさるような経済統合を目指す制度を作んなきゃいけないのかと。で、そういうことに着目して、とにかくこう地域制度の形成ということをきちんと追って、でそれを丁寧に見返してみようというのがこの本の趣旨でした。ですからこの本はアジアのことをアジアの全体のことを語っている他の類書に比べますと、経済の記述が非常に薄いと思います。
それから二国間の対立や二国間 の, その外交的懸案の話というのもそれほどその筆を割いているわけではありません。しかしながらそれはそういう意図があってのことで、それはそのようなことはどっかに書いたような気もするんですけど、まずその口頭でお話をしておきたいのはその点です。ですからこれは地域制度というものに着目し、でこの地域制度というものがなぜこうそうやって対立があったり、あるいはその、経済的社会的総合依存ってそれなりに進んでいるというアジアにおいて地域制度というものがわざわざ構築される努力がなされてきたのかと、この過程を見たいということでした。でそれでですね、それで結構今の話でも1位や2のところにもかかってきているんですけれども、ここで重層的地域っていうことでですね、これは題名のこの表紙の方には括弧がついておりませんが、本文の中では必ず地域という言葉を使うときには、私はある特定の意味合いでこの本で強調した意味合いで使うときには括弧をつけています。でこれは意味があって、ただ過去が好きだからということではなく、これは領域と地域の違いというものを明確にするためです。で、この領域と地域の違いというのは、これはここで言う括弧付き地域ですけど、いちいち括弧っていうのももうめんどくさいので、ここではもう括弧を除いて領域と地域と言わせていただきますが、領域というのはアリーナとしての地域。で、地域というのは我々つつの地域、これどういうことかというと、アリーナとしての地域というのは単にある地理的領域を切り取ってその場であると。例を挙げると例えばですね、第一次世界大戦の終わった後に一応ワシントン体制みたいなのはできるんだけど、一方で太平洋というのは大国の力というものの衝突の場になり得る場であり、しかしながらワシントン体制というものの中で協調というものも繰り広げられる場であり、少なくとも太平洋というのは単なる場でアリーナであって、そこで大国なりそれらそこにそこにいる国々が共存や協調や対立というものを繰り返す場として扱っているわけです。ただこれは単に地理的な概念であると。もう一つ例を挙げると、これはつながった話なんですけど、東南アジア、東南アジアというのを、その今の東南アジアというのを他のアジアの領域とかから切り取ってですね、あそこを一つの場であるというふうに認識したのは、これいつかと。で、いろんな実は説があって、で、一応通説に従いますと、これはその学問の世界では実は文化人類学の世界なんかもっと古いんですが、少なくとも国際政治の文脈の中で東南アジアを東南アジアという場としてその認識したのは、これは第二次世界大戦の時の対日作戦のを展開するための本部をその連合国が置いた時の作戦領域として東南アジアというものを置く認識すると。で、そこですとですね、そこ現地に住んでる人々の意識とか関係ないわけですね。誰も自分たちは東南アジアに属してるとか、東南アジアに我々はいるとか関係なく、外から大国なり、あるいはそこにいる一部の政治的な、アクターが、そこの場でいろんな、活動を繰り広げる、単なる場です。しかし、我々たちの地域というのは、これは、ある種のグループ、まとまりを示しています。で、端的に言うと、ある、複数の国家というものが存在するんですが、しかしながらその複数の国家の中の構成員の少なくとも一部が、そこに、属しているという意識を持っていて、で、単なる国家集合以上の、何らかのまとまりを現実させているというのが、これが我々としての地域の内容です。で、これの元になっているのは、実は地域主義というものでありまして、そこの、地理的領域の中に属している国々が、何らかの協力というものを積み重ねる、あるいは協調というものをしていく、あるいは対話というものを進めていく、そのことによって、そのことを通じてですね、単なる国家集合以上の何者かのまとまりになっていく、これが我々としての地域と。
で例えば今東南アジアの例を挙げましたが、今現在東南アジアというものを考えてみたときに、ここは単なる場としての性質はまだ持っていますけども、一方でこの我々としての、 あの地域という性質は非常に色濃く持っていると思います。それはどうしてかというと、 ASEAN という組織が、あの制度が形成され、そこでもともと仲の悪い国々がなんかこう蹴っ飛ばしながらですね、いろいろあのテーブルの下ではお互いの足を蹴っ飛ばしながら、それなりにまあ協力を進めて、今はもう共同体形成と、共同体というものの内容が何を目指すのかということはもちろん検証が必要ですが、少なくとも単なる国家集合以上のものを目指そうというような、で実際にもう今までにいろんな形でも地域経済統合というものもなされているし、地域単位であの安全保障分野、政治分野における協力を進めていく枠組みもできております。このようにそれは単に東南アジア場ではなく、東南アジアという国々に、ごめんなさい、地域に属している国々からなる、いわゆるこうまとまりになっているわけです。で、私が着目したのは、この我々としての地域でありまして、もうちょっと言うとですね、アリーナとしての地域というものが、まあ、認識されたとして、で、そこが何らかのきっかけによって、この我々としての地域というような形で展開をしていく。で、この過程において非常に大事なのが、実は地域制度の存在であると。そしてその地域制度というものをこう作っていく王というこの意思そのものが、これがまあそのものに関わるのが地域主義と言われているものです。で、その地域主義については、先ほども少し口頭でお話ししましたけれども、まあ、ある地理的領域に属している国々が、まあ、自分たちは地理的に近接しているという、こういうまあ認識をもとにですね、お互いにまあ協力をしよう、あるいは対話をしよう、あるいは協調していこうというような意思があって、そういう指向性があって、でかつその指向性のもとで、そのような実際に協力なり対話なり協調なりを進めていっているという状態、つまり指向性と状態両方ともを示しているのが地域主義というものです。ただしこの地域主義というのは、少なくとも指向性にとどまっている段階においては目に見えないはずです。そこに地域主義があると、あるいは存在するというときには、じゃあ何をもってその地域主義が存在していると言えるのかというと、そこで非常に大事なのか、その地域主義という本来目に見えないものが可視的になるときに非常に大事になってくるのが、地域制度を作って協力を向上化しようというような意思があるかどうかということです。で実際にはそれはあの地域協力制度を作ろうというような提案となって形になることが多いわけですね。でそして実際に制度が形成され、その制度の中での協力や協調というものが進んでいくと、あるいはあのその中で喧嘩はあるかもしれないけど、それなりの協力が進んでいくという中で、地域主義が展開し、地域制度というものがそれなりに発展していくと。でそのことによって、その先ほどのようなその単なる領域ではなく、我々としての地域というのが現出していくと。でこれがあのここの本の一つ の、 その地域形成の基本的なコンセプト、基本的な、まあ、あのメカニズムになっています。でそうすると、アジアにおいてはこれだけ多くの、まあ、制度があって、これをどう捉えるかってことなんです。でもちろんですね、制度の数だけ全て地域があるとは私も思っていなくてですね、あのある地理的な概念あるいはビジョンというものがあって、それに依拠した地域主義があり、でその地域主義によって地域制度が形成されていくというような整理をしておりまして、そうするとあの表の、序の1を見ていただくと、その表の序の1というのは、一番左に略称としての地域制度の名称があって、で次に英語の正式名称があり、それからあの次に地域制度がありまして、ごめんなさい、正式名称があって、で補足年があって、で地域主義 地域ということで、一番右の方を見ていただくと、そのここに東南アジア、アジア太平洋、東アジア、拡大東アジア、北東アジア、それからちょっとその後はあんまりあの一般的ではないものも含まれてますけど、取りあの読みますと、まあ、ベンガル湾岸、それから南アジア、ユーラシア中央、それからあの半アジア、太陽州、それから半アジアということになっています。
でこれすべての地域がある種こう我々としての地域性を高めているあるいは地域として現実しているというようなことは私はそこまでは考えていないんですが、しかしながらこのような地域概念の下での制度があってそれなりの協力が進められていることの意義というのは十分理解する必要があり、地域概念ごとあるいは地域ごとにどこまで地域になっているかという違いはあるにしても、これらの地域というものが折り重なっているというような状況が今アジアにはあるのではないかというのがまず一つの主張になっています。でこれ多すぎます。で多すぎまして、でしかもですね、この中ではベンガル湾岸とか、これはベンガル、本当にこのベンガル湾多文化の技術経済協力イニシアチブっていうのがこれ一時期非常に注目されたこともあるんですけども、そういうものがあってですね、いろんな地域概念がわーっと出てきている中で、日本にとって関係もあり、かつそのアジア全体にとっても非常に大きな意味があるのがその上のいくつかなわけですね。で東南アジア、アジア太平洋、東アジア、拡大東アジア、そして地域としてのそのまとまりは非常に薄いと言わざるを得ませんが、北東アジアというこちらの地域というものの形成というものを、特に地域制度のその形成過程や発展過程というものに着目しながらその本にしたのがこちらのその本の内容であるということです。で実例を出さないと多分分かりにくい話もあると思いますので、もうちょっと先に進めますと、そういうこう、いろんな制度ができていくと、でその上ではその制度の力を借りる形で、あるいはその制度というものを母体としながら地域というものが形成されていくとして、それをそのような動きに直接関与したのは誰なのかということですね。こちらの方でも一つ私の主張が主張したい部分が入っています。ではっきり言ってしまうと、これは日本、アメリカ、中国、アセアン諸国と、でもうちょっと言いますと、これはそういった国々の主に政治エリートなわけです。政策エリートたちということになります。政治家、政治エリート、つまり重責地域ということではなく、先ほどお話しした地域化、そういわゆるある地理的範囲内における経済的社会的総合依存の進化ということに着目すれば、その場合焦点を当てなければいけないのは政府レベルの人々ではなくて一般の人々、企業の方々、そういった人々の動きなわけですね。だけどこの本は地域制度のに着目するという趣旨から、そういったことではなくて、やはりこの地域制度というもので非常に大事なのは政府アクターなわけで、ここではその主に今お話しした国々の政府レベルの動きというものを追っております。で ここまででもおそらくちょっと納得がいかないという方もいらっしゃるかもしれませんが、というのはですね、これちょっと最近というか、ここ 2,30 年ぐらいの国際政治学でも流行りになっている議論として、国際政治を見るときに政府の中に属している人々、あるいは政府機関、政治家、そういった人々だけを見ていて、あるいは首相とかそういった政治指導者たちですね、それだけを見ていても十分ではないと。今は非政府アクターというものを見ないと国際政治は十分に把握できないと。でそれはその通りの部分があります。ただしそれでもですね、今でも主権国家の重みというのは非常に大きいものがあり、かつ地域主義というその政府レベルで何らかのことを動かしていこうという時の政府のアクターの力というのは当然に大きいわけで、でそこでもう一つやっぱりかつてちょっと流行った話があって、エピステミックコミュニティ、あるいは知識共同体と言われているものですね。つまり政府の中にはいないけど政府の意思決定に影響を与え得るような専門家の存在と、こういった人たちをどう見るんですかと。で実はこの本の過程においてはそういった政府の意思決定にそれなりに関わりがある人々なんだけど、しかしながら政府の中にはいないといった人々にもインタビューを相当取っています。それはなぜかというと、そのいろんな地域主義を進めていく、あるいは地域制度の中での協力を進めていく過程において、どのような協力を進めていくべきかというときに、民間レベル の有識者の審議会とか、あるいは研究グループっていうことを作っている例がいくつかあるんですね。
で、そういう場合にそういったことに関わった方々にお話を伺わないといけないということで、相当にそういう話を入れてます。これ非常に重要です。ただし、その人たちのアイデアがどういう形で吸収されるかというと、それは政府の決定という形で吸収されていくわけですね。で、それから国によっては民間の有識者という方々と、それから政府エリート、政府の内部のエリートという方々の立場というものがほぼ一致している場合というのもあります。だ、国によってその場合は相当違うわけですけど、要はですね、本当にまるで関係なく、政府のいろんな動向に関係なく、いろんなその相互依存というものの担い手になっている企業の方々や一般の市民の動きというのと、それからある程度政府から選ばれて市議会に入って、少なくとも民間人であっても、その国の一応代表として何らかの国際的な審議会に入っている人たちの動きというのは、ちょっと同じ非政府アクターでも別に見なければいけないということで、主にそのここの本の中では、そういったその政府レベルの決定に関わった人々を中心とした非政府アクターの人々は見ているけれども、そうではない方々の動きというのは見ていないということです。でも地域制度の形成に関わっているのはそういった方々なので、私はそれはそれでいいのではないかというふうに結論をつけて、そこで区切りをつけております。で、それでもうちょっと戻ります。ここで挙げたこの国ですね、日本、アメリカ、中国、アセアン諸国ということで、これも説明を要するんですが、こういう議論があります。地域制度が非常に重要ですと、重要で、で、アジアにおいてはたくさんこういうものが形成されてきました。で、だけど、そこで大事なのは大国ですと、結局。結局はアメリカ、日本、中国ぐらいを見る。まあ、あとここにちょっと落ちてますけど、オーストラリアとか、そういう国を見ていい。そしたら大体もう説明がつくと。他の国々はフォロワーであると。それにくっついていって。で、そういう見方がある。で、これはある種の大国決定論なわけです。つまり国際政治の中で大きな影響力を与えるのは結局大国なので、大国を中心として見てれば、大体政府制度というもののその展開というのを見られるんだと。でですね、私これはですね、それなりに英語圏のその研究所の中でもある一つの流れでもあります。日本の中にもそういう本は実はあるんですが、そうじゃないだろうなと思ってるんですね。で、それはどういうことかというと、この一般的に思われている以上に ASEAN 諸国及び ASEAN というのが、ちょっと言葉にはとても支障がありますけど、大国にとってはとても面倒くさいってことです。で、面倒くさいというのは、そんなに言うこと聞いてくれないっていうことなんですね。つまり大国の単なるフォロワーとして扱うには結構厄介だというのが、厄介だというのは、私、ASEANが嫌いという意味ではなくてですね、本当、ある種の褒め言葉で言ってるんですけど、中小国が集まってできたASEAN諸国の中小国なりの知恵というものが、ある、そういうものが、こもった外交と、外交戦略というのをずっと取ってきたということで、で、これはどういう外交かっていうと、どこの大国とも、とにかくつながりを結んで、で、そのつながりというのを、つまり ASEAN とある国とのつながりというのを非常に強化すると。で、そのことによって、どの大国も自分たちにとって突出した影響力を与えないように、なるべくバランスを取るっていう、そういう戦略です。で、これは ASEAN のそれぞれの国レベルでも、国によっての差はあっても、相当取ってきています。で、このバランスということを取ることに非常に尽力してきた国がインドネシア、特にその東南アジアの国でインドネシアとタイなんですけども、そういったその各国個別 の、 バランスの取り方というのとはまた別に、 ASEAN ということでまとまって、本当は ASEAN の中ではいろんな揉め事があるんだけど、しかし対外的な交渉力のバーゲニング、このバーゲニングを上げると、バーゲニング力を上げると、バーゲンパワーを上げるという観点からも、それからバランスを取っていくという観点からも、ASEAN 諸国が ASEAN としてまとまって、自分たちをあたかも中心とするような、そしてその大国の力のバランスを取るような戦略を取っていこうというような戦略を取ってきたのは事実で、で、しかもここが面白いんですが、それに少なくともここの数十年ぐらいはずっと大国も乗らざるを得なかったし、乗ってきたってことです。で、それが今後どうなるかっていうことが、実は大きな
問題なんですけど、その今後あるいはその大体2009年ぐらいからの中国の外交のある種の変化ということの後の話はちょっとここは後でお話をするとして、少なくとも ASEAN 中心にいろんな制度というものが構築されてきたことは事実です。で、先ほど私はバイの関係と言いましたけど、もう一つ ASEAN が特に1990年代に入ってからやってきたことというのは、自分たちを中心とした地域制度というものを作る、あるいは何か自分たちをその一部とするような広域の地域制度が形成されるというような動きがあったときには、自分たちがそこに積極的に関与して、で可能であれば自分たちを中心とする制度にして、そして自分たちの影響力を一定程度確保するということですね。でそれによって自分たちにとって望ましい地域秩序の形成というものに尽力するという、そういうやり方です。でこれはですね、1980年代の終わりまでの ASEAN の戦略とは随分異なるものでありまして、というのはですね、 ASEAN はやっぱり自信がないかった時代、自分たちの一体性を維持するということに自信がない時代、それから大国支配をされてしまうんではないかというような不安が非常に大きい時代においては、自分たちよりを一部とするような地域制度を作るという動きに対しては非常に消極的でした。でこの中でも現役時代にもしかしたら取材をなさったという方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、環太平洋連帯という動きがあり、あるいはその太平洋協力の枠組みを作るという動きが70年代の終わりから80年代の初めあったときに、当初 ASEAN 諸国はものすごくそれに対して警戒感を示しました。でこれは結局そうすると、その頃は日米だったので、日米のという大国の草刈り場に東南アジアがなってしまうのではないか、それから ASEAN 諸国の一体性が阻害されるのではないかということで、非常にこれに懐疑的な態度を示すわけです。で、それは表面的には緩和されたんですが、結局その時には政府レベルの地域制度はできない。でそういったことが、そういったその ASEAN 諸国 その態度がですね、緩和されるのが一番最初のきっかけというか、それが可視的に見えたのが、可視的になったのが、1989年の APEC の設立過程であって、APEC の設立過程においては、おおむね多くの当時の ASEAN 諸国は、その構想については最初からノーという、そういう態度は取らなかった。一つだけ非常に強く反対したのが、そのマハティール率いるマレーシアだったんですが、それ以外の国は、まあいいのではないかと。で、そこにはどういう差があったのかと。でこれも大国決定論からすると、日本と当時それに熱心だとオーストラリアが一生懸命説得したからだと、説得に成功したんだって説明になるんですが、私はそうは思っていなくて、もちろん説得のやり方は良かったと思うんですけど、 ASEAN の状況が相当変わったってことがあります。つまり ASEAN 諸国が80年代前半と80年代の終わりでは、やっぱりそこの間にはプラダ合意が挟まっていて、その後の経済発展の度合いが相当違うわけです。それからそれぞれの国の国内における安定度も相当違っています。そういう中で ASEAN 諸国が自分たちを一部とする地域制度もある程度受け入れる素地ができたというのが、私のその調べた限りにおいての解釈であると。で90年代に入るとさらに進めて、もっと自分たちが何らかの広域経済地域制度を作るときには積極的に関与をして、でその自分たちがある種その制度的に中心になるような形に持っていくという戦略をもっとその強く出すようになるわけです。でそれの最初の現れが ASEAN 地域フォーラム、1994年に設立された ASEAN 地域フォーラムであり、でその後 ASEAN プラス3ができて、で EAS 東アジアサミットができてということで、大体広域地域制度を作るときに ASEAN が必ず中心になっていくと。でそういうような話になっていくっていうのは、結局ですね、 ASEAN しかその多くの大国、ここの地域における多くの大国をそのまあつなげるのにふさわしい存在がいなかったということがあります。どの国が中心になっても揉める、日本だけが中心になっても揉めるし、にアメリカがアメリカと当時の90年代の初めですと、米の日米が前面に出ても揉める、中国はまだその状態にはないというときに、 ASEAN というような中体を ASEAN を中体として使うということは、外にとっても非常に重要というか、その、有用性があった。で、一方でですね、ASEAN がうんと言わないことについて何か進めようということが、外の域外国、域外の大国にとってできなかったということも意味しています。
で、このできないというのは、私が何を根拠にして言ってるかというと、先ほど の環太平洋連帯の話なんかまさにそうで、環太平洋連帯の話はまだですね、その大平首相がお亡くなりになってから、その構想自体はそのままの形で残りはしなかったんですが、太平洋協力のため その地域制度を作ろうというあの動きが相当にあって、でその時にいろんな形でこの話は結局政府レベルの制度にならないんですけども、その非常に主要な理由のうちの一つは、やはりその ASEAN がすごい警戒感を示したということですね。で、そうするとですね、まあ、いわば一生懸命大国が一生懸命になってもご利用しができないという意味で、その ASEAN はそれなりの大きな力を発揮しているという事実があります。で、時代がポーンと飛ぶんですけど、最近の話に持っていくと、こういうことがあります。で、私はこれなんでこの話を出すかというと、 ASEAN 諸国が力を発揮していると、何らか その形を作るときに影響力を発揮しているというのは、 ASEAN が率先して一生懸命協力を進めているという意味ではないということを言うためなんですが、例えばRCEP、 今 ASEAN と、 ASEAN とそれから日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、この6カ国で自由貿易、自由貿易を進め、ある程度自由貿易を進め、地域の連結性も強めて、ある種のその地域統合というものを進めましょうという交渉が、RCEP、地域包括的経済連携という形で、一応その交渉が進んで、というか、その続けられております。なかなか交渉進みませんけれども。で、その時に、やっぱりですね、非常に重要なのは、ASEAN がうんと言わないと、それより先にその交渉が進まないっていう構造があるってことなんですね。つまり一生懸命ですね、他の例えば日本や、その、まあ、日本やそのあるいはオーストラリアといった国々が自由化というものをそのある部分で進めようという話をしようとしても、割とその ASEAN 側が自分たちはいろんなペースがあるからということで、今ゆっくりめにしてほしいというようなことを言うと、で、そうするとそれ以上進まない。で、これをもって ASEAN が、まあ、確かに地域協力を阻害しているという見方はできるんですが、逆に言うと、ASEAN がある種こう、地域の枠組み全体に意思決定の中で、ASEAN というのがある種のキーポジションにいるという言い方もできるわけです。そのキーポジションにいることが、地域統合を阻害しているという話と、それからそのキーポジションに彼らがいるっていう話は別で、で、そういう意味ではですね、ASEAN 諸国が納得しないような案というのが、なかなかこの地域の、地域制度の中では通りにくいという、そういう現実があるということですね。で、そういう意味で、ASEAN や ASEAN 諸国というのは、いろんな意味で、つまり実際にいろんな地域制度の中で中心的な地位を占めていて、ASEAN 中心の制度ができてきたということ。で、そういったことを、その周りの国々もそれなりにサポートしてきたと。いうこと、それを支持してきたってことですね。そして ASEAN 自体が一旦できたそういった地域制度の中で何かディシジョンメイキングするときに、負の影響であれ、正の影響であれ、大きな影響力を与えてきたことと、そういうことから、日中そしてアメリカだけでは私は説明ができないというふうに思っておりまして、ASEAN 諸国の動きも、それだけその大変になるわけですけれども、そちらの方のその動きというものにも、着目しながら、こういった過程を描こうというふうにしたということです。で、これでもう大体45分経っておりまして、それで今の話で終わったのは2ぐらいまでですね。もう、予定通りでありますので、いいんです。というのは、3の部分というのはですね、3も実は、3、4、5、すべてそうなんですけど、本に全部書いてあるので、もしご興味があれば読んでいただければということなんですね。つまり、とにかくいろんな時代ごとにいろんな地域制度が形成されて、それが積み上がっていくわけです。で、ここで、ざっと、どういうような経緯だったかってことを、3分ぐらいで説明すると、冷戦時代において、いろんな実は地域制度があって、消えてしまったものもあります。この本でも扱っていますが、アスパックと、いうものも、ちょうどベトナム戦争が激しかった頃に、形成されまして、で、日本の中ではこれは、非常に評判が悪かったんですけれども、ありましたし、それから、日本が主体となって作った東南アジア、開発閣僚会議と
というものもありました。しかしながら冷戦期において結局残って、でかつその後 の, あのいわゆる地域の形成あるいは地域主義というもののあり方に大きな影響力を与えたものは何かっていうと、 ASEAN というものに体現される東南アジアと、それからまあ、民間半官半民の制度や民間の制度が、まあ、作られて、アジア太平洋協力の流れの中から形成された1989年の APEC ですね。つまりアジア太平洋と、太平洋とかアジア太平洋というその概念、地域概念、そこでまとまっていこうという指向性、これについてはもう冷戦期に相当その展開してきたわけで、それがその冷戦期におけるこの東南アジアとアジア太平洋は東あのあごめんなさい太平洋はそのアジア太平洋ということの意味です。で冷戦が終わった後の90年代特にになりますと、今度は APEC だけではなくて ASEAN 地域フォーラムという名前ですけども、実質的にはアジア太平洋全体を包含するような安全保障政治対話の枠組みができて、でその一方でですね、マハティールが提唱した EAEG 構想というようなもので東アジアという概念も出されるわけです。でそして東アジア概念は実際にはアジア通貨危機の後に発展していく ASEAN プラス3というもので実際の制度の形を取ることになります。ということでここでアジア太平洋と東アジアということになります。でそして2000年代に入りますと、この ASEAN プラス3に加えてですね、東アジアサミットというものが形成されるわけで、でここの攻防っていうのは私一番興味があったところだったので、東アジアサミット形成過程っていうのは相当にその細かくいろいろ書かれているんですけれども、いずれにしてもですね、東アジアサミットという名前の下でできたものは、その ASEAN プラス3という ASEAN 諸国と日本と中国と韓国というものにとどまらず、オーストラリア、ニュージーランド、それからインドも全部加えたと形になったわけです。で、そこには単にメンバーシップの拡大だけではなくて、目指すべき東アジアというのがアジア人のアジアなのか、それともそのいわゆる普遍的価値と言われるようになってきたものですね、人権であるとか法の支配であるとかグッドガバナンスであるとか、そういうものを強調した上で東アジアっていうものを形成していくのかっていう、そのフィロソフィーというかですね、その指向性の差っていうのが少なくとも当初は色濃く出てたわけです。で実はそこにはアメリカとの距離というのをどう取るかっていうこともあったわけですが、いずれにしても2000年代にはこのような2つの東アジア概念というのが併存するような形になった。で別にその前のアジア太平洋もなくなっちゃおりませんので、どんどん折り重なっていくわけです。そしてちょっと別の章立てをして、それと別に東アジア、ごめんなさい、東南アジアということで ASEAN の展開過程というのは、この広域の地域制度に関わらない部分のその東南アジアとしての協力というのはここで取り扱っている章がありまして、つまり ASEAN の形成過程ですね。でそれとまだ未発達でありますけれども、北東アジア の, 三国間協力ですね、これについても、まあ、非常にこうもう一番政治的に脆弱ではありますけれども、存在しているということは無視しないというポリシーの下でこちらのものも取り扱ってきたと。でこれの内容というものがこう結局ですね、もう前のものがあってもそれをなくさないでどん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 重なっていくわけです。でなんでこんなことになるのかと、でここで、まあ、全体としてこの長い期間において起こったことを一言で言ってしまうと、つまり何かこう地域のまとまりを作る、そして安定的な地域というまとまりを作る、でどのような地域を作るべきか、どのようなまとまりで収まるべきかということについて、すべてが競合したり対立しているわけではないんだけども、少なくともビジョンは統一されてないと。つまり地域ビジョンというものは統一されていなくて、いろんなビジョンというものが併存している、そういったビジョンというものが統一できない状況というのを示しているのがこの重層的地域だっていう、そういう見方もここではしております。だからもしかしたら先もっと先にはですね、統一されることもあるのかもしれませんけど、少なくとも今は統一的ではない。でこれを問題視した声というのは実はありまして、つまりこうやっぱりこう多すぎだと、こんなにいろいろ制度がなくてもいいと、少なくとも ASEAN 中心の制度がこんなになくてもいいということをはっきり言って反発を食らって引っ込めちゃった人がいて、これは誰かっていうと、オーストラリアのラッド首相で、
を出したのはラッドが2008年だったと思いますけども、2008年にアジア太平洋共同体構想というのを出すんですね。まあ、その共同体の内容というのはどうかということは立て置くとして、彼が非常に非難されたのは、もうとにかく今まであるのはいいですよと、役に立ってたかもしれないけど、しかしながらこれが多すぎるので、もう主要な国で仕切り直しをしましょうと。でアジア太平洋共同体ですから、彼がオーストラリアもアメリカも入れてるのもこれ明らか でもちろん彼はその主要な国ということで、アメリカ、オーストラリア、日本、中国、韓国ってこれ入れてるわけですね。しかしながらそこで落ちたのはどこかっていうと、 ASEAN という言葉でありまして、それは今までの地域制度のことを言うときではないわけです。みんな ASEAN に配慮している。でラッドはその時にインドネシアの名前しか挙げなかった。それでシンガポールあたりはカンカンに起こってですね、一時期非常にこう倹約というか、それはそのいわゆる反官反民レベルで非常に大きなこういろんな会議があったときに権限ガクガクになったということをがありましたけれども、少なくともラッドはこれ引っ込めて、その後ですね、仕切り直してこの構想を言うときには必ず ASEAN が重要だということを言うようになりました。でこれだけでもですね、 ASEAN がその反発するとめんどくさいっていう感じが伝わってくるのではないかと思いますが、いずれにしてもですね、これが多すぎるのでまとめちゃえっていう話はないことはない。だけど今のところはそうはならない、なっていない、いっぱいある。でこれはもうあるこういわゆるこうあるべき地域ビジョンというものの統一というのがなかなかなされない。でなされないんだけど、前のものを駆逐して何かをするっていう強引なことをやる力もどこの国も持ってないし、誰もそういうふうには思ってないと。そういうことでどんどん凝り重なってきた結果こうなってるということで、その状況を ASEAN が利用してきたっていうことは非常にあると思うんですね。ということで、あと10分で何を話すかというと、今後の話ということです。今後というか今の状態と今後の話ということで、これも本の中でも承諾を別にしています。でこれはいつぐらいから別になってるかというと、大体2009年あたりからです。でどうしてそのあたりから区切りなのかというと、これはやっぱり中国の政策が非常に大きく変わってきたことと、それからアメリカのリバランス政策ですね。で大きく変わってきたというのは、あんまり中国の専門家は多いと思うので、あんまり中国のことについて知ったようなことをですね、あんまりいっぱい言いたくはないのですけれども、中国の台頭ということについてはもうずっと言われてる話ですね。ずっと言われてる。そしてそれは冷戦時代から潜在的な大国だと言われていて、それから1990年代以降は92年のその領海法の制定もあり、そして実際の軍拡もあって、それからミサイル実験の話もあって、いろいろあって中国の脅威とか中国の台頭ということをずっと言われてきたわけです。で2000年代に入ってもそうだったわけですが、ただ2000年代というのはいわゆる中国はその頃はですね、まだ東高妖怪ということをその基調にして、むしろその中国脅威論というものを払拭するために、近隣外交においてはある程度この地域主義アプローチ、つまり ASEAN との関係というものを強化しながら、地域制度もうまく使ってやっていくっていうような、必ずしも他の国にとって少なくとも日本のように、それまで地域制度の中でそれなりの主導力を発揮していた国が相対的に力が落ちていくというか、その阻害されそがれていくっていうようなことを心配する国以外の国にとっては、それなりに脅威ではない形でのその力の示し方っていうことをある種わきまえてたとまでは言わないんですけども、それを意識した部分が非常に大きいと。もちろんその非常にこう対立的な部分もあったわけですけど、例えば ASEAN との関係で言えば南シナ海における行動宣言というものの採択というものをしたのも2002年ですし、そのようなそのいわゆるこうあんまりこう自分たちの利益というものをゴリゴリに押さないで、そのソフトに自分たちの力を出すっていう外交を、その地域制度を使ってやるっていうアプローチをその頃は取ってきたってことですね。ところがこれいろんな専門家、これ私は中国の内部 その意思決定というものについては専門ではないので、これはもう数多く その中国の専門家の言っている分析というものを加味しますと、どうもその、胡錦涛政権の末期ですね、特に2008年ぐらいからその東高妖怪を基調にした、それまでのいわゆる近隣と その外交の在り方っていうものを変えた方がいい、あるいはそれを変更した方がいいという検討が国内における権力闘争と関連しながら進み、
実際にそれが表に立って現れるようになった顕著な年というのが2009年あたりと、つまり尖閣諸島においての中国公船の活動が非常に活発化する、南シナ海における中国船の活動と中国の活動というのがさらに活発化する、それが露骨になってくると、ベトナム船を打破する、いろんなことがあるわけですね。そういうようなある種露骨になって、そして、まあ九段線というものについて もう革新的利益ということをはっきり言い始めて、もうこれはもう譲れない線だということが、そのかなり強硬な形でその近隣のアジア諸国に突きつけられてくるというのが、まあ、大体2009年あたり。そうすると地域主義の その、まあはまあ、背後にあります地域秩序、あるいは地域のパワーバランスの変動ということを考えて、その上で分析せざるを得ないわけで、しかもそこでいろんな地域制度のあり方にも変化が生じてきているわけですね。そういうことで2009年以降から、まあ、現在にかけての話というのは別立てにしてお話をしているということなんです。でいくつか書いてあることですけども、地域制度というものに関わる部分からすると、中国のアプローチというのはどうなってるかっていうと、地域制度をじゃあ蹴飛ばしてそういうものに出なくなったとかですね、無視してるっていう話ではないんですね。自分の都合のいい時には地域制度は使わない。だけどそれはどういうことかというと、南シナ海の当初南シナ海の領有権問題なんかを EAS で話したりするのはすごく嫌がるわけですね。こういうものは伝統的な二国間 の、場でやるべきこと でそんなことで話さないということで、ふーんとこう横を向いてしまうというようなアプローチを取る。だけど一方で、例えば ADMM プラスで合同軍事演習をやりますと、軍事演習って言ってもこれは非伝統的な実動演習ですけど、非伝統的安全保障分野に関わる実動演習です。そういう時にはちゃんと張り切って出してくるということで、ちゃんとアピールもするということをやりながら、中国の特に最近に習近平体制になってからの地域主義に関わる政策の変化っていうのは、やっぱり自分たちの望ましい新しい地域制度というものを提唱する、でそれを設立しようっていう非常に積極的に自分たちの方からアプローチをして、積極的にこう何か打ち出していくって、こういう政策を取るようになったことです。でこの一番の現れが今日本の中でも問題になっている、そのインフラ投資銀行ですね、失礼しました、インフラ投資銀行だったりシルクロード構想だったりすると。そして安全保障から言いますと、この新アジア安全保障官とここに書かれていますが、これは2014年の5月のアジア信頼醸成会議において、習近平がその、まあ、アジアの人々がアジアの事柄についてはアジアの問題に取り扱ってアジアの問題を解決して、アジアの安全保障をあれすればいいと、でこれはアメリカ外しをインプライしているのかというようなことも言われたわけですね。でそこまで思っているからともかく、少なくともその何か多国間アプローチを中国が望ましい形で展開しようというような、そういった色合いが非常に濃くなっているのが最近の情勢だということです。でそれに際してアメリカのリバランスというのの中での地域制度の在り方というのは、それまでペンディングになってきたタックに署名する、それから EAS に参加するということとともに、新しく2010年できた何度か出てます ADMM プラスに入るというような話ですね。でこういう話になってくるわけです。でまあ、ちょっとこう時間が足りないので、その最後の5番の方に行ってしまいますけれども、こういう中で、まあ、いろんな課題というのが出されていて、まずその ASEAN の中心性といいますかですね、 ASEAN がそれまでそれなりに力を発揮してそれなりに調整をしてきたような従来の地域制度の在り方っていうのは、存続する地域制度および地域制度が折り重なっているこの重層的地域というのは存続するのかっていう話ですね。で私は案外これはそれはそれで維持されるだろうが、多分中国が考えるその新しいその地域アプローチでも必要なところは、多分 ASEAN を全部取り込む形で進めていくだろうし、 ASEAN というものがそれなりに尊重されていくっていう状況は意外にも続くのではないかと思っています。これには異論があるかもしれませんが、まずその ASEAN がこの後に及んでもというのは変な言い方なんですけども、こうやって中国が
力が浸透してきたときに中国と断絶するとか対決するっていうことではなく、でアメリカと断絶するってわけでもなく、やっぱりアメリカとも中国とも両方との関係を安全保障協力も含めて展開しようと、あるいはその進化しようとしてるっていう動きが非常に顕著に見えるからです。だからそこでもうどっちかについて自分たちを割るなんていうアホなことはしないんだろうというような、そういう予測を立てているというのがまず一つの理由です。いろいろあるんですけど、ちょっと後で質問があればお話ししたいと思います。それからもう一つ、ちょっとインドの話というのは、まあ他の国々がどういうふうに入ってくるかってことは、実はインド太平洋という概念も一部から出されているので非常に重要なんですけども、そういった、まあ、ある種重層的地域のあり方の変化というのは、それまではそれほどそのこの場に影響してこなかった国々がさらに大きな影響力を発揮してくると、そういった重心が変わってくる可能性はあるだろうというのが、でその場合でもですね、ASEAN というものの重要性がそんなに簡単に落ちていくと私は見ていないということですね。それから3つ目は、これはもっとですね、非常に大事というか、本当に何を進めていくのかということについてなんですが、アジアの流儀という言い方をしましたが、これは、つまりそのコンセンサス方式で、いろんな物事を、まあ、緩やかに決めていくという、このやり方でうまいこと、いろんな制度というものを複数立ち上げてきて、それを展開してきたっていうことがあります。これは一般的にはASEANの流儀というふうに理解されているものですが、それはASEANを中心とする制度を中心として、アジアにおける地域制度ではだいたい適用されているものでありますので、それでアジアの流儀という言い方をしているんですが、これの利点はですね、非常に深刻な意見対立があっても、それを表面化させずに、とにかくその地域制度の存続やできるところに関しての、できる範囲に関して、あるいはできるレベルでの地域協力というものを進めていくことを可能にしてきたということですね。だけどもう一つの欠点は、コンセンサスに至らないようなものについては協力ができないわけだから、協力のレベルが低いってことです。本当にそれを乗り越えた、それからもうごめんなさい、ちょっと今言い忘れた、もう一つアジアの領域で非常に大事なのは、国家主権の尊重っていうことをどこまで尊重するかってことなんですね。で、国家主権の尊重自体はアジアの領域の中でも非常に大事ですが、実は国連憲章の中にもあるもので、伝統的な国際社会、そして国連体制以降の国際社会の中でも非常に重要な、まあ、ルールというか、もう規範なわけですね、国際規範です。だけどアジアの中ではですね、特にASEANを中心としてそうでしたが、この国家主権の尊重というものを極端に重要視するあまりに、90年代ですと、例えば塩害、つまり煙の問題ですね。で、あれはインドネシアの、まあ、奥の方でその焼き畑農業をするとものすごい煙が出ると、その煙が出て他の国々がとても迷惑してるんだけど、そのことに突っ込むとインドネシアの焼け畑農業に手を突っ込むことになるのでできないというような、そういったレベルで協力ができないぐらいに、実際のにそれぞれの国内体制に関わるようなこと、国内の経済、政治に関わるようなことについて全く協力ができないというぐらい、その邪魔というかですね、それを阻害してきたものなんですが、それが相当に緩まっているのが事実です。もうその頃とは相当違っていて、塩害についてもいろんな協力体制ができておりますし、他にもその ASEAN 共同体を作るというのは掛け声だけではなくてですね、実際に特にその経済共同体に関してはいろんな措置がもうすでにもう発動されておりまして、でそれでまあ、今まで それまでその時のようなですね、国内体制については一切触れないようなことはないわけです。で、一番分かるのが人権の取り扱いであって、人権民主化ということも、かつてはもう他の国の政治体制について物を言うなんてとんでもないということで、特に ASEAN を中心としてそういうことはできないと、そういうことについての物言いはできないということだったんですが、今はもうそうではなくて、 ASEAN の目的の一つとしてもう人権や民主化、法の支配ということがもうはっきりと掲げられているような時代になっています。しかしそれはASEAN の中で全ての国で十分に人権というものが配慮されているような体制になっているかどうかまた別の話ですけども、少なくともそういったことを掲げることについてはコンセンサスが取れているということですね。それは非常に重要で、ですからその前よりはマシなんですけど、しかしまだちょっと、まだそれでもそのアジアの流儀ということでコンセンサス方式であるとか、あるいはその国家主権の極端な尊重という国家主権の尊重をものすごく厳密に解釈するっていうことを続けることというのが、それが存続するとですね、
本当の実質的な統合に向けた、あるいはその地域の安定化に向けた協力っていうのが難しいと、だからこれをどうに乗り越えるかっていうのは非常に大きな課題であるということです。で、最後になりますけど、少し時間が超過してますけど、最後になりますが、唐突で申し訳ないんですけど、むき出しのパワーポリティクスの時代が再び来るのかと。で、これは私の本の、その本文の方の最後の方で触れてる話なんですが、地域主義とか地域制度を形成するっていうことが意味がある国際社会というのは19世紀とかではありえないっていう話なんですね。それはどうしてかっていうと、19世紀は弱肉強食の時代なので、それこそ大国が全部決定していいわけですね。すごいすごく極端なことを言ってしまうと、で、弱い国は植民地にしてしまうということが、それで、それが、その、それを道義的に非難するっていうことは、その当時一部あったとしても、国際社会のロジックの中では、植民地を持つことそのものは否定されていなかったわけです。でもそれが変化する、もう民族自決ということがある種の原則となって、植民地を持つことそのものについての正当性というものを主張することが、少なくともゲーム上できなくなってくるのが、第一次世界大戦の後なわけです。で、内地に世界大戦になりますと、さらにそういう話が進みます。で、そういう中で国際社会というのは、思われている以上に対立の部分もあるんですが、しかしながら全体としてどのような体制を維持していかなきゃいけないかというようなところの、その配慮というのが、それなりにこうあると。つまり、そのむき出しのパワーポリティクスだけでは説明できない要素というのが相当ある時代というのが、まあ、少なくとも第二次世界大戦以降に進んだ時代で、しかも冷戦が終わった後の時代はしばらくそうだった。だけど、一見ですね、特にまあ中国の動きというものを、ものすごくそれをこうオフェンシブに解釈すると、もうそんな悠長なことを言ってるような状況ではないんじゃないですかと。再び、むき出しのパワーポリティクスでガンガンその、まあ、近代に戻ると。近代的な、まあ、ポストモダン的な国際政治ではなく、近代の世界に戻る。もう体感巨峰主義であると。そっちに戻るんじゃないかという見方も一部されているわけですね。ミア・シャイマーという、そのこんなミア・シャイマー先生という、この間の日本にも来た有名なシカゴ大学の先生なんか、まさしくそういう見方をしているわけで、で、そうすると、地域制度、地域協力だっていうことは意味がないと。で、そうかなと思うわけですね、私は。確かに中国の、その、まあ、力というのが非常に浸透しているのは事実ですが、じゃあ中国が、じゃあその全ての国に対して全ての局面で対決的で自分たちの主張だけをゴリゴリをしているかというとそうではない。もうちょっと巧妙な外交をしているように私は見えます。で、それは先ほどのそのアジアインフラ投資銀行にしてもですね、これは実際にアジアにはインフラ投資の需要がものすごくあって、で、既存の枠組みでは全然カバーできないわけですね。で、そういうことをちゃんとついて、お互いにそれなりにウィンウィンになるような選択肢を出してきていると。それからもう一つは、アメリカの中国への対応で、アメリカはよくその日本の一部の中ではですね、リバランスっていうのは中国封じ込めだと。で、これは日本の中でだけじゃなくて一般的にいろいろあるんですけども、そういう見方をする人もいるんですが、アメリカははっきり言って選んでないと思います。中国とも、中国と日本というのを見たときに、それはもう性質が違う、国家との、関係であって、同盟国としての日本は非常に大事だけど、それは中国をないがしろにしているという話ではないと。もちろんその中国や日本にしてみるとどっちなんだっていうふうに気持ちになるのはわかるんですが、おそらくアメリカはどっちを選ぶ気もない。で、それはなぜかというと中国は無視できない大国だし、日本は大事な同盟国なので、どっちを捨てるというわけではない。そうすると中国とはそれなりに融和的な関係、共闘的な関係を長期的には築くようなことを念頭に置いて、いろんな言葉を慎重に選んでいる気がします。例えば南シナ海の島しょ領域の問題についても、つまりその東南アジアのクレーマーたちのクレーマー国のそのには完全に同調してないわけですね。アメリカが繰り返していることっていうのは、とにかく南シナ海の問題が平和的な手段で、で、経済的なものも含めて威嚇とか脅しとかいう手段を使わず、外交的な交渉によって解決することを望むと。
いうことを繰り返し言ってるわけです。でもちろんですね、その後にあの自由な航行をちゃんとそあの、まあ、維持するっていうことを言っているわけですから、中国海軍のその動きというものを注視しているのは事実ですけれども、しかしながら極端にどっかに加担しようと、あるいはその肩入れしようというのを非常に避けているように私には見えます。となるとやっぱりですね、あのどう考えても中国の見方をしてもあれをしても、 そんなにそのいわゆる19世紀的な対決、あるいはある国がある国をその植民地化するとかですね、あるいは実績な支配下に入れてどんどんガンガンその力を伸長していくっていうような、そういうイメージで国際政治を語るっていうのは、やっぱりその19世紀の国際政治のイメージを相当に強く受けすぎではないかと。ですから私は今後はむき出しのパワーポリスの時代が再び来るのかという、その問いについてはやっぱり19世紀なものではないと、やっぱりそれは21世紀的な形として、その20世紀のある時期、あるいは21世紀の最初のある時期よりは、そのある種の対立的な局面というのがその 中期的には続くのかもしれないけど、しかしその性質というのは、あのかつてその植民地を持つのが当たり前で力でどんどんその押していいんだっていうような話、あるいは冷戦期の時代の話とは相当に国際政治の本質のは変質していて、その中で地域制度というものの重要性はそのものは落ちないし、むしろそういう中であの地域を安定化させるための装置としての重要性はますます高まっていくのではないかということです。すいません、ちょっと超過しましたけれども、これでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。非常に重層的だというのはよくわかる、あの非常に難しい、あのこれだけの多数の、まあ、あのなんて言いますか、措置があるようなこと、まあ、非常に縦板に水で、話していただきまして、まあ、このぐらい時間かかるのは当然かなと思いましたが、いや、ちょっと、時間も、あれですので、これからちょっと質疑の方に移りたいと思います。まあ、時間も限られてますので、手短に、できれば、一人一問ということで、お願いします。挙手していただければ、こちらから指しますので、所属とお名前を言っていただいて、質問していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どなたかいらっしゃいますか？あ、どうぞ。個人会員の川北です。先ほどですね、プラザ合意の話をちょっと持ち出されましたが、その辺の前後のところ関係がちょっとよく分からなかったので、つまり ASEAN が80年代で、ですね、何らかの対応を変えた、その間にプラザ合意が挟まっていたということをおっしゃったんですが、はい、それが ASEAN の対応にどういう影響を与えたんでしょうか。日本にはこれ非常に重要な出来事だったわけですが、 ASEAN に対してはどうだったのかという。はい、プラザ合意の後に日本の企業が海外に出ていくときの先というのは、まあ、確かにその台湾であるとか、いくつかの北東アジアに関わる国が多かったのが、東南アジアにも当然出ていったわけですね。でその時に技術移転ということも含めて相当に、まあ、日系企業が出ていって、でその時にやはりその経済発展 その影響というのを相当程度その ASEAN 諸国も受けることになります。でそれによって ASEAN 諸国はですね、その一部の国はもうすでにその発展の契機をつかんだ国もありますけれども、そのプラザ合意の後 その日本企業のいわゆる生産ネットワークというのが東南アジアに広がることによって、その経済的なその恩恵というのは相当受け、で成長を相当遂げるんですね。でそのことはその東南アジアの中の政治的な安定度というのに相当寄与しているということ でそういった自信というものですね、その ASEAN 諸国がその単なる小国の集まりではなくて、それなりに発展の契機もつかんだ、そのいや国々になっていったという、この変化というのをもたらした直接の契機がプラザ合意であると。でそういったその ASEAN 諸国がですね、自分たちを一部にするような制度であっても、まあ、特にその時は経済に限定したわけですけども、そういった経済協力も含み得るようなその制度であれば自分たちは共有できるというような話になったのは、 ASEAN 諸国の経済発展というものに裏打ちされた自信が影響してたであろうというのが私の言いたいことでした。すいません、ちょっと走ったかもしれません。よろしいですか。あ、どうぞ。私朝日新聞社の OB で竹内と申します。ジャーナリスト兼、研究者でございます。非常になるほどと思うところが多くありました。
1点 AIIB ですね。それで最後の方でまた剥き出しのパワーポリティックの時代が再び来るのかというところに問題提起もされてですね、その文脈からすると、AIIB についてですね、はっきりとは言われませんでしたけれども、日本は積極的に関与するべきだというふうにお考えなのかなというふうに思いましたけれども、どのように、まあ、結局これは500億ドルとかですね、巨額の、まあ、資金をでもって設立する動きですので、これ資金拠出していくというのは、まあ、これ大変なことであり、アメリカとのがどうするのかとかですね、いろんなものすべて絡んでくるので、これ拠出なんてのはなかなか大変な話なんでしょうけども、まあ、しかし、何らかの関与をちゃんとしていって、そこに日本のやっぱり外交のメッセージを示すべきではないかという、そういう考え方は ある程度世の中にもあるのではないかと思うんですが、お考えいかがでしょうか。もう一点、すいません、 APEC の下りでですね、言われました ASEAN の側のやはりこう、まあ、まあ、何でしょう、外的内的なやっぱりこう ASEAN 側のやっぱり、まあ、環境あるいは成熟度増してきたような、はい、そういうことが一つの契機になったということなんですが、うん、一定程度ですね、日豪間の日豪のパートナーシップ、オーストラリアとのパートナーシップの中で一つのこの成功物語として言われているような連携プレーがあったと、うん、特に ASEAN の側としては日本の、まあ、大東亜共栄圏的なですね、地域主義というものに対して大きな懸念が出たことに対して、オーストラリアがむしろパートナーシップを組んでですね、説得役に回ったような、まあ、そういう話も言われているんですけども、うん、その下りの評価どの程度されているのか、ちょっとお願いします。はい、まず AIIB から順番に、 AIIB ですが、いろいろ言われていますが、私はアメリカとの協議は必要だと思いますけど、しかしながら AIIB は早く何らかの形で関与した方がいいんじゃないかと確かに思っております。で、それの理由はいろいろあるんですね。もちろんそのさっきの 巨額な資金というものが動く話なので、非常に大変だということはよくわかるんですが、ですね、まだこういうふうに考えてるんですよ。ちょっと関係者がいたら申し訳ないんですけど、中国がアフリカに対して行っていたような倍の支援をガンガンアジアに対してやるよりは、まだ多国間の枠組みの方がマシであると、なんか小さい声になってしまって申し訳ないんですけどつまり多国間枠組みの形を取った方が私はまだいいだろうという感じがしています。で、しかしそれともう一つはですね、ガバナンスについて透明性がない、それからまあ、何かプロジェクトをその立ち上げる、あるいはそこに投入するときのその基準というのが、まあ、環境基準も人権基準もよく分かんないといろんなこと言われてますが、今多分ルールメイキングの最中で、そこに絡まないでいいのかなという非常に素朴なそのこう不信というかですね、その非常に心配があるんですね。でもちろんですね、ADB も大事ですし、それから抜けるとかですね、いうことはないし、でアメリカとの関係も大事なんですが、ただアメリカの方も日本の中の報道だとですね、アメリカも絶対ダメだと言ってるっていう議論が多いんですが、案外そうではないようなんですね、どうも。そうするとはしご外されたらどうするんだろうなと思ったりですとかです、いろいろ私もちょっとジャーナリズムの人間ではないので、本当のその現場の情報を本当どこまで取ってるかっていうことについては努力はしてるんですけれども、大丈夫なのかなと。つまりそのいろんな可能性を念頭に置いた上で、とにかく絶対入らない。それからアメリカがあれすら入る。で、入るんだったらこういったことをこういうふうにしていくっていうようなシミュレーションぐらいはしといて、いつでもちゃんと対応できるようにしないと、あんなものはダメだよみたいな議論も結構あるので、でもダメかどうかは、一回立ち上がったものは結構ダメにならないんですよね。それなりに。で、それから多分このまま中国中心でやっていくと、多分それはその AIB そうなるんですけど、中国の国内の地場の、国内の企業が、国内の、まあ、国営企業、純国営企業、国営企業がどんどんその場が出ていくので、それなりのビジネスチャンスっていうものを持つそういう人たちが、まあ、独占するってことも考えると、まあ、日本も入ってた方がいいんじゃないかなと。すでにその
アメリカの国営企業、ごめんなさい、中国の国営企業と、それからタイの国営企業と、あと日本のどっかちょっと商社、どっか忘れましたけど、伊都町だったかな、なんかその組んで何かをやるっていう話も出てきていて、で、AIIB については、実はその、まあ、財界でも意見分かれてるみたいですけど、私はちょっとそれはもう、あんなものはダメだよって一周するのは少なくともよろしくないかなと、そういう向きも実は日本政府の一部にあるので、もうちょっと準備をした方がいいんじゃないかなと。で、いざとなったらちゃんとできる体制は整えてた方がいいというふうに私は思っています。つまりどう考えても二国間でガンガンするよりは AIIB の方がいいんじゃないかなというのがまず出発点です。ただ APEC なんですけど、私が11年前に自分の博士論文を本にした時のまさにテーマの一部がそれだったんですね。で、日豪パートナーシップと言われているものがいかにパートナーシップじゃなかったかっていうことが私の中でのそれですから、その本はその筋には評判が悪く、つまりその神話を壊している話なので、いろいろ言われてしまっているんですけど、つまりですね、確かに全体的に何年間か、何年間というか、実際に APEC 設立過程っていうのは1年半ぐらいなんですけど、過程を一気に行ってしまうと日豪パートナーシップ確かにそうです。だけど、どこまで連携が取れていて、どこまで内容が一致してかったか、相当に怪しいです。つまり、少なくラッドじゃない、ごめんなさい、このホーク首相の構想は、アメリカを外してやろうと思ってた節も相当あって、で、これはそれこそですね、朝日新聞の、船橋陽一さんが、本の中で、アジア太平洋フュージョンの中できちんとお書きになってらっしゃいますけど、やっぱりその後アメリカにものすごく言われて翻意するんですけども、日本とパートナーシップを組んでたはずの1989年の2月3月の時点でもうその辺のすり合わせが十分できていないと。で、しかも一生懸命やったと言いながら実はバラバラに回ってるんですね。つまり日本だと村岡審議官が人を連れてずっとその東南アジア諸国を回って説得する。だけどオーストラリアは別 の, ウールコットが別に言ってると。で、それが必ずしも確かにその時期もちょっとずれているのもありますけど、全く連絡を取ってないとは言わないんですけど、その辺どこまですり合わせてパートナーシップを取ったかっていうのは、もちろん日本だけが前面に出ると壊れるかもしれないというコンセンサスはあったでしょうと。だからパートナーシップと言われているものがどこまであったのかっていうのが私はすごく疑問だってことなんですね。で、もちろんそれが力がなかったとかいうことではなく、相当にそこで一生懸命やったことが実を結んだっていうストーリーはあり得るんですけども、そこだけに特化した説明というのは不十分だろうということで、私の評価はそういうことですね。あともう一つ、やっぱりアメリカの態度というのは最終的にすごく決定したんですよ。これはアメリカと ASEAN っていう、その日本とオーストラリアからすると自分たちと一緒に取り組みたい、少なくともオーストラリア側にとってはまだ外側にいたとしてもですね、アメリカがどういう態度を示したかっていう時を考えた時に、アメリカは明確に日本が出した APC 構想と言ってましたけど、日本の通産省が出した APC 構想を支持すると言っていて、ホーク構想を支持するとは一言も言ってないんですね。で、それはそのホーク構想が持っていたある種の排他性っていうものを多分反映してたんだと思います。ですから、その意味でパートナーシップっていうのはなかったとは言わないし、それはすごく大事なんですけど、それだけで説明はできないと。だからあれは成功物語として語るのはどうかっていうのが私の意見です。はい、どうぞ。20年前の NHK の会長氏の主観ですが、その後ロンドンスクールオブエコノミクスのフォーラムの会長をしてました、向こうで。それで97年、8年ですね、アジアの危機が起こったときにイギリスの政府のシンクタンクで講演を頼まれてやりましたけど、で、あの時ですね、大変な危機があったんで、日本はね、IMF を補足するような基金を作ろうというようなことをしたり、いろいろやったけど、反対したのは IMF と中国だったんですね。で、ところが今度はその中国はですよ、自分がそういう段階になったらそれをやりたいことはやるという形で、特には例えばインフラの設備なんかでいうと、新幹線はね、日本は1960年からやって今まで2500キロ、向こうは2003年からやって今まで2万キロです。それから中国は2000年の初めの頃はね、1億トンで日本より少なかったのが今は6億トン、で、そういうものの吐き口とかね、そういうものをどんどん今度利用してやろうというところもあるんでね、僕はまだパワーポリティクス的な面が多いから、
日本はその安全保障なんかについて、もちろん中国ともね、経済関係はいろいろやっていかなきゃいけないんだけど、そういうところもきちんとしていかないとやっぱり危ないんじゃないかと思うんですが、まあ、その辺についてどう考える。はい、国際政治を専門としているものとしても、安全保障は絶対に根幹で、こうこっちのこう心を開いてこう攻め込まれても困るので、そこはもうそれはもう前提です。そして中国とその関係、中国の関係は非常に大事で、経済だけではなくてですね、政治的にも非常に大事で、もうそれはもう中国が大きくなるのは誰も止められないので、この止められない中国とどういう関係を安定的に築いていくかってことは、そのもう構造的に競争関係にある日本にとってはものすごく難しい課題なんですね。だけどやっぱりその最終的に喧嘩しても出ていく場所がないので、やっぱり日本はそれやっていかなきゃいけない。だけどその時にその何もアメリカとの関係を捨てることは全然ないわけで、それはもう両方とも絶対にやっていかなければいけないことで、でそれはもう安全保障関係については、まあ今のところですと、まあ確かにアメリカとの同盟関係というのは非常に大事だろうと思います。ただし長期的に考えてみた時に、本当に長期的です。とにかくパワーポリティクスは強いで、それから紛争も絶えない。多分そのどういう状況になっても喧嘩はあるように、どういう状況になっても国家間で意見対立というのはなくならないと思うんですね。ただ問題はその意見対立があったときに、それが平和的で解決できる仕組みがあるかどうかということで、非常に長期的な話になりますが、私としては二国間の同盟関係というものを基礎として、いろんな安全保障協力 のネットワークも今確立されている中で、中国とどういう形になるかは分かりませんが、中国と日本との間の防衛交流がないわけではないと、今ちょっと止まってますけど、ないわけではない。そういうことも利用しながら、なるべくその紛争というものがいわゆる武力紛争化しないような仕組み作りっていうのは、中国とも当然に進めていく必要があるだろうと。だけどその日本の国の安全保障ってのは、もうそれはもう胃の一番で、当然考えていくべき問題だろうと思ってます。どうぞ。毎日新聞の大木と申します。ざくっとした質問ですが、今ヨーロッパには OSCE という安保協力機構がありますけど、アジア版の OSCE の可能性はどうお考えでしょうか。多分ではなくて、多分なんて言い方していけません。OSCE が目指している協調的安全保障というもの、これを同じものを目指そうというような、もういわゆる理念を掲げているのが ARF だろうということ、まあ、だろうというか ARF です。一応 ARF ですが、 ARF は足踏み状態で、なかなか協力、本当の意味での対話や、あるいは先ほど私がお話ししたような、その、まあ、紛争が武力紛争にならないための仕組み作りを作る、仕組み作りが大事だと90年代から言ってるけど、ずっとこう足踏み状態なわけですね。で、そういう意味で今の状況を考えてみたときに、本当の意味でのその OSCE というか、ヨーロッパのような OSCE かどうかともかくとして、そういう仕組みについては、その少なくともトークショップやダイアログについてはできているし、それから非伝統的安全保障協力についてはもう進められているものがあるので、それは全然ダメだってことではないんですけど、本当の意味での協調的安全保障の仕組みというのを作るという意味ではかなり遠いかなと。ただそれを念頭に置いた上で地域制度というものを維持していく必要はあるだろうと思っていて、その中で一つの柱となるのが ARF だろうし、それから防衛大臣レベルの枠組みである ADM プラスだろうというふうに思っています。非常に難しい問題、長期的な話になると思います。ありがとうございます。もうだいぶ時間になってます。最後ちょっと司会の方から質問させていただきますけれども、お話の中に出なかったので、一応今年度末ですか、 ASEAN の共同体は一応発足目標と、今年末ですね、今年末 ASEAN 共同体が発足するということですけれども、はい、どこまで市場統合とかその政策の共通化できるかというところ、何か質的に変わるということはあるんでしょうか。名称そういうふうになるということなんでしょうか。あるいはその ASEAN 共同体になることによって ASEAN の力、そういう地域的な力が強まるとか、そういうことはあり得るんでしょうか。
ASEAN 共同体について非常にこう名前だけだという方多いんですけど、経済旗の方々ではご存知だと思うんですが、物の移動に関しては相当に彼ら努力していて、関税レベルもいろんな状況表で見ても下がっていて、その歩みを止めないっていうことなんだと思います。ただし共同体経済共同体でいうと、やっぱり一番そのネックになっているのがサービス貿易とそれに伴う人の移動で、そのレベルをヨーロッパレベルにするっていうのは相当に道が遠いと、経済格差が相当にあるので、実はヨーロッパもあるわけですけど、もっとあるので、それを許しちゃったら大変だっていうようなことがあるので、それは人の移動に関してはですね、まだその共通の労働市場っていうのは無理かもしれませんけど、そんなにその何も名前だけでわけではないと。で、おそらくですね、ASEAN 共同体に関しては、その単にその共同体なんだからガランと変わるというよりは、ここでとりあえず仕切って共同体形成ということで、2008年から9年にかけてその出されたブループリントの目標というもの、それを達成すると。で、達成して、でそこがそのいわゆる一つの仕切りになり、そこからさらに統合への努力を進めていくということだと思うんですね。ですから ASEAN 共同体形成というのは、共同体という名前のものはできるけれども、統合過程というのは続いていて、今後も続けられていって、その過程の中の一つの大きなその敷居というかですね、その いわゆる区切りの一つというふうに私は考えています。だからこの前と後でガランと変わるというよりは、こう目標設定をして、そこに向けて努力をして、でそれなりのものを達成をして、でその後またそのなりの努力を続けていく、その時のこの一つの仕切りであるというふうに見ています。他に何か質問ございますでしょうか。特になければここで時間を過ぎておりますので、終わりにしたいと思います。じゃあ大場先生にまたもう一度拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ大場さんに記者クラブの方からちょっとプレゼント。ありがとうございます。どうもありがとうございました。